皆さんの周りにいつもつきまとってくる数字、そうカロリーですよね。何か食べ物を食べるときとか選ぶときっていつもカロリーの数値気にされてる方も多いと思うんですが、そもそもカロリーって何なのかっていうところと、減らすのにどういったことをしたら効率よく減らせるのかっていうところ、実はあまりよく知らない方も多いのではないかなと思いまして、カロリーに注目してお話ししていきたいと思っています。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日はカロリーのお話をしていきたいと思います。そもそもカロリーって何ですかって聞かれた時に説明できるでしょうか。カロリーとは人間が活動するために必要なエネルギーの量のことをカロリーというふうに言います。カロリーの概念の話になるんですけれども、 1g の水の温度を1度上げるときに必要なエネルギーの量を1カロリーというふうに言います。ここでポイントなのが、私たちがよく使う単位はですね、1キロカロリーなんですけれども、なんでいつも使うのがキロカロリーなのかというと、1キロカロリーの1000分の1が1カロリーなわけなんですけれども、それを身近な食材にカロリーで当てはめた時にものすごい桁数の数字になってしまうので、1カロリーではなく1キロカロリーっていう風に使うことが多いところになります。カロリーってあまりポジティブなイメージお持ちじゃないかもしれないんですけれども、例えば100キロカロリーの食べ物を食べた時に、その分100キロカロリー消費する運動をすると、その分の100キロカロリーは消費されます。100キロカロリーを消費しなければ、余った分のカロリーは体脂肪として体に蓄えられます。なので一般的にはカロリーはたくさん取ると太ってしまうので、あまり取らない方がいいっていうイメージも原因はそこかなっていうふうに考えています。今度はカロリーと体脂肪の関係をちょっと考えてみたいなと思います。体脂肪を1キログラム減らすのに何キロカロリーぐらい消費したら1キロ減らせると思いますか？まあ、有名ではあるんですけども結構驚くかもしれなくて、体脂肪を1キロ減らそうと思ったら7200キロカロリーを減らさなければ体脂肪を1キロ減らすことはできません。7200キロカロリーっていうと、一般的な食事をされている方だったら丸々3日分ぐらいの食事をごそっと減らすぐらいのカロリー数になります。例えば1ヶ月に体脂肪を1キログラム減らすためには、1日あたり240キロカロリー減らす必要があります。食事を減らすなり運動して消費するなりで、毎日240キロカロリーずつ減らしていくと、1ヶ月で体脂肪が1キログラム減らすことができるというわけなんですが、それって食べ物だとどれぐらいの量なのって言いますと、どら焼き1個分ぐらいで240キロカロリー、生ビールの中ジョッキで 1.2 杯分ぐらいのカロリーになります。運動で見てみると、ウォーキングですと、まあ、大体1時間弱ぐらい、ジョギングだったら大体30分ぐらい、毎日すると1日240キロカロリー減らすことができます。もう少し効率よくカロリーを消費する方法はないかなって考えてみたいなと思います。もちろんですね、体脂肪を減らすためには運動は必要不可欠っていうふうに私は考えています。体脂肪を減らすのに、まあ、なぜ運動をするべきなのかと言いますと、運動自体の消費カロリーっていうのもあるんですけれども、その日は運動したので運動した分のカロリーを減らすことはできるんですけれども、運動だったり筋トレをコツコツ継続することで筋肉量が増加していきます。筋肉量が増えると何がいいのかっていうと、基礎代謝量が上がります。基礎代謝量っていうのは、まあ、運動以外の時に知らず知らずのうちに消費されているカロリーのことを言うんですけれども、筋肉量が増えるとその分生活している上で消費できるカロリーが増加するっていうのがまずポイントの一つです。例えば体脂肪体重が 1kg 増加したとすると、1日の基礎代謝量が約50キロカロリー増加するっていう風に言われています。毎日コツコツ筋トレを続けていって筋肉が2キロ増えたとしたら、1日に知らず知らずのうちに消費されるカロリーが100キロカロリー増えていくっていうわけになります。まあ、単純な計算とはいかないかもしれないんですけれども、まあ、目安として筋肉をつけていくとそれぐらい基礎代謝量が上がるっていう報告がされています。1日の基礎代謝量が100キロカロリープラスされたとすると、1ヶ月で見ると3000キロカロリー減らすことにつながります。しかも筋トレで消費している分のカロリーもあるので、体脂肪を1キロ減らすのに必要な7200キロカロリーっていうものにコツコツ筋トレを続けていくだけでぐんと近づくことができるんじゃないかなと私は考えています。運動で消費するカロリーと基礎代謝量で減らせる
カロリーで、おそらく7200キロカロリーをクリアしているんじゃないかなというレベルです。もちろんジムに行ってバーベルを担いでっていうようなトレーニングじゃなくて、毎日お家でできるような腕立て伏せとか筋とか軽い運動でも変わってきますので、体作りのために体を絞りたいとか美容のためにダイエットとかされている方もいらっしゃるかもしれないんですが、極端に食事の量を減らすっていうところだけではなくて、筋肉量を増やすことで継続的に痩せやすい健康的な体作りにつながります。この動画をご覧いただいたその日から毎日コツコツ運動をするっていう習慣をつけてみていただけると私は嬉しいなと思います。では本日はカロリーについてお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。